が横浜に用事があって来てたので一泊泊めてくださいということでうちに現れてます。お泊りルーティーンですね今日は。ルーティーンなんだ。はい、お泊りルーティーンをお届けできたらなっていうふうに思ってます。初めてのことなので今から今日は焼肉を食べたいというリクエストだったので、はい、焼肉パーティーをします。ミキミキ何してる。あ、そこ飛び越えられるのか、いけるか。おお。おお、すごい。なになに、何持ちたいの。誰これ、誰あ、一個その、はい、椅子にして、椅子にそろ。おー、いるね、うん、いるいる。ミニ何してんの。スマブロ。誰こっち向いて。いたね。映ってる？映った？ママ。はいはいはい。映らないよね、絶対映らない。こうだね。はいはいはい。こうじゃない。パパだ。すごい嬉しそう。ポリさんです。こんにちは。こんにちは。いただきます。グラスね。はい、みっちゃんが今いそいそとせかされてるんですよ。なんか準備をして、お腹が空いてるからね、みんな。あ、だれちゃん来たの。来た、何してんの。お肉をめっちゃ大量に買ってきて、丸っこいのとか。急いです。でも準備はやっぱ事前に結構しておいておかげで、思ったよりは急くはない。美人がちょっと最悪今。あんまり。顔が？じゃあお肉。髪とかもなんか。お肉なんか美しい。それではお肉に乾杯。なんか手伝うこととかってあります？手伝うことしかないです。すごい大変そうでしたね。なんかもう急いで感が満載の感じ。満載だよね。なんか手伝うことはあるんですか？いっぱいあります。ちょっと早めに片付けして、デザートとかを買いに行くっていう場所なんで。なんか疲れちゃったな、もう。なんだろう、なんか疲れちゃった。ちょっと持ってきて、いろいろ食洗機に細かいもの。いいです。よくそんな酔っ払ったように、酔っ払ってるテンションで話せるよね。あ、ご飯食べてそういうの結構ありがちなの。お腹いっぱいとか疲れたとか、お腹いっぱいが眠いとか、そういう時似てんだよね、大体。いいよ、すごい。自分もじゃないのにマスク映ろうとしてるね、明らかに。じゃあ皆さんで片付けの方頑張っていただいて、私はちょっと入れるもの結構入れるね。なんか細かいものが干す場所が
適応能力高いよね。 あそこをそうやって使ってよく分かってる。スムーズに使ってるの、ね、よく知ってんなって。これ何バーもうさ、なんかテープさ、ステップとかさ、あのフルカーが遊具になると思わないし、あの椅子が出たあそこじゃ全然わかんないんだけど、なんであれあそこなの。子供がいるとそういうなんか未知のことが起きるんだもん、すっごい嬉しい。何大変だなってさ思ってたけどさ、あのソファ普通にさ、なんか分解されすぎてさ、人間があれなって分解するのやめて。なんだ、子供ができたらまず耐久性が大事だ。ただそうだね、そういうなんか、でも強い強いね、カレーすぎのおかしいじゃん。じゃあでも待ち待ち、やりたいなって。ちょ、未知って好転できない好転できない、ごめんごめん。意味わかんない、でんぐり返しからやんねよ。あ、そうだ、うん。じゃあもちもう一回貸して。え、あ、でも普通のよりはね、普通の平たいところ簡単かもしれない。この手がムカつく、このこのなんかナチュラルで、ね、慣れてる感じ。ちょいって置いた手がやる。じゃあミッキーなんか違う。え、ここ、あ、頭どこ、頭ここから、うん、そこからだった。オッケー、おお、戻れ戻れ戻れ。うわぁ、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 いいえ、できてないから。違う違う、簡単簡単。やっちゃう。なんで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 、え、怖い、めっちゃ怖い。え、なに、めっちゃ怖い。え、めっちゃ怖かったよ。パパ、ママ、おー、できた。あー、うっとハミグジャジャジャ。デザートをみんなで買ってきました。一人だけ朝アイスにするって言ってストレッチしてる人がいる。裏切りすぎじゃん。裏切りすぎだよね、うん、食べないのにストレッチまでしちゃってるから。汚い汚い汚い、でもそういうの無理な人いるから。え、じゃんけんで負けたファミコが今日風呂掃除当番になりました。こういう状態になる。何する、こういう状態で。あ、スポンジ、え、ママママ水が来てる、水が来てる。いつも長いやつでやってるらしいんだけど、なんか私たちが笑わせてるみたいだけど、じゃんけんしてるんだよこれ。じゃんけんで負けてるくらいやってるだけだったからね、勘違いしてる。あ、こっちくんじゃねえよ。痛いんだ。なに、やめなに、ちょっと待って、お尻見えすぎじゃなくて、お尻の部分だけめっちゃモザイクやったじゃん、俺の多めに。分かった、すみませんね。私もじゃあお尻 NG にする。ちょっと隠れてるの、うるさいなー。うるさ、悪くない。タジャン服脱いじゃったもんね。もっちは、もっちどこ行ったの。何してるんですか、あなた。誰から見よう。何何何何。ママ、ゲイヤが。せ。ママ、ゲイヤが。バン。何やってるの。待って。あっち何やってる。よし。近い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 。近い近い。来た来た来た。何やってるの。うん、いつもの光景だった。ルーティーン。ルーティーンするの。それもルーティーンなの。ね。ルーティーンじゃないよ、これは。私にスクワットはやばい。それルーティーンなの。ルーティーンじゃないよ。やめて。やれ、うざい。やれ、うざい。やれ。やれ。嘘。潰れる、潰れる。できるでしょ。大変だね。ちょっと明日動画の、明日2個出るんですよね、動画。確かに。俺が何でもいいから。これ？読めないよ。インクリン
作られてねえんだよ。ほいや、しゃ、みんなぶっ飛ばしてやる。あ、やばい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 。えい、なんで死んだのよ。復活ができない。死ぬ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 楽しかった。でもさ、圧倒的に弱くない？戻れなかった。言い訳なんか戻れないの実力の。見て見て。はい。遊び方説明。まずここを1、2回落ちますね。そしたら上がれば。考えられないんだけど、シュッて嘘になった時に。やだやだやだ。やだやだ。死んだ死んだ死んだ。ナイス。シェイ！なんか誰か動ける。あ、誰か動ける。よっしゃ。自分が死んだ。今自分死んだ。そんな喜ぶ。気づかなかった。どれ？どれが分かる？なんか乗ってる知らないこのバケみたいなのが自分で知らなかった。テンションでやばい。今日はお泊まりの一日だったんですけれども、今日はベッドを譲りましたので、私たちはシングルの布団で二人で仲良く寝たいと思います。はい、ということで、焼肉美味しかったです。なんかポリコと会うといつもなんですけど、夜中まで話し込んじゃって。そう、何時とははっきり言えないんですけど、めちゃめちゃ話しちゃって、もうすぐ朝です。ポリさんと会うと結構募る話がたくさんあるんです。最後は動画回しておやすみみたいな予定だったけど、普通に忘れてたから、もうこれですね。最終的にね、こちらですね。はい、もうお風呂も入ってすっぴんで、肌綺麗じゃないの？なんかそういう人がさ、いるとやっぱさ困るんですよね。肌気をつけて。気をつける、うん、じゃあ声もガスガスだけど、どうしたら最後。じゃあちょっと最後ですか。はい、こんな感じで、はい、今日の動画もいいなって思った人はグッドボタンとチャンネル登録、そしてコメントもSNS もやってますので、はい、Twitter、Instagram、アメブロ、TikTok、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。せーの、おやすみ。あ、せーの、バイバイ。せーの、バイバーイ。